皆さんこんにちは、平成フラミンゴのリホです。今日は相方のニコちゃんに、ピンピンさんこっちです。え、あ、カメラこっちだった間違えちゃったピース、はい、ということで、あの以前視聴者の方に個人情報が流出してたらどうするっていうドッキリを私仕掛けられたんですけど、まああれ本当に怖くて、同じことをやり返しちゃろがいと思って、あの恐怖を味わわせてやろうと思って、私今日はちょっとレベルアップして視聴者さんに家がバレてるドッキリっていうのをやっていきたいと思います。はい、あのっていうのもですね、あの昨日たまたまあいつがこういうストーリーを更新していて、出会い系に写真を悪用されていると、で私がその犯人を装ってこう彼女に連絡をして追い詰めていこうっていうのがな感じです。多分恐怖のどん底に落ちるんじゃないかなと思うそれではご覧ください。あ、で考えちゃうね。あ、分かった、うん、これ何やってるかって言ったら企画会議だから、うん、じゃあこっちにメモ忘れろ、うんうんうん、あ、いいや、もう一個携帯持ってんだ。あ、そうじゃん、あ、キロキロ、あの、バキバキの携帯を、それな。だからあ、でも土曜日はあれか、土曜か、あ、でも木曜か、次。そう、木曜ハートでしょ。ハートハート、なんだっけ、行ったかと思ってました。あ、先生、マジよ。あ、泣いた。ごめんごめん。最低。ごめんね。怒った？怒った。でも友達いいよ。さすがに怒ったかも。友達いいよ。いいけど、別に。いいよ、別に。待って、こっちもさ、YouTube 見れるようにしたいんだけど。それはって話でしょ。あ、これいい匂いだな。私さ、いい匂いの人生でいたいんだよね。あ、いいよ。あ、いいよ。いたこれ。いたこれ。いたこれ。だこれ YouTube 見ちゃおう。見よう見よう。うん。え、待って。どうした？ニコちゃんとリホちゃんって〇中ですか？え、どうしよう。え、やば。あいつさ、打ち掛けから来てる。確かに何かアルザーチ。え、待って、これやったの俺なんですけど、皿に包まないでもらっていいですか。消してもらえなければ情報漏らします。どういうこと、無視しないでください。情報漏らしましてさ、中学しか知らない。いや、ていうか、まさか一緒のやつだよね。え、でもさ、あのさ、待ってね、写真を悪用してさ、うん、やばいことなの、この人なんじゃないの。悪用する方が悪いじゃん。え、別にさ、待って、だっておかしくない？言ってることおかしくない？何この人。これやったの俺なんだけど、晒せないでもらっていいですかっていう、その別に晒すっていうかな、え、どういうこと？ちょっと大丈夫？だからこういう風にやんないでってことじゃない？脅しをかけてこれ消せよって言ってる。あ、著作権侵害に当たる。何に許可なく無断で転載する行為は明らかに構成、10年以下の懲役もしくは1000万円以下、1000万円以下の罰金。1000万円以下これでじゃあこの人がうちらの個人情報を知って明かすとするじゃん。それは立派な犯罪です。損害賠償を請求、名誉回復のための措置も請求できる。だから別にいいのか。そう、すぐに消してください。こっちは住所も、なんだ、読めない。こっちは住所も押さえてます。え、嘘だよね、嘘だよね。嘘でしょ、どうするでしょ。そうだよね。え、嘘だよ、嘘だよ。だってこんな山奥バレるわけがない別に意味ではないから、窓閉めて。え、ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、相談と。もしもし、今平気？え、待って、あと、え、待って待って待って、何？見せて。ナイフ使ってますよね。早く消してください。やばい、待ってる。最悪？うん。最悪はちゃんと対応するけど。どうやって、だってあと30分で消してくれないと家まで行きますって言うよ。もし。え、怖
来いよ。挑戦的。でもそしたらじゃあこっちも。確かになんかうち4日前ぐらいにリオとバイバイした後になんか変してた。なんかうちが原付き取る時にずっとその原付き取るとこの前で立ってて、でうちを見てなんか近づいてきたので、でもなんかうちがなんかとっさにえっみたいなやって、なんかその人もなんか逃げたっていうか変な人も来てるもん。いたの。そう離れてってたから、でもなんかうんって思ってたんだけど、待ってその人だったらどうしよう。つけてきたのかな。え、でもうち原付きすごい急で走ったから。待って、やばいじゃん。でも全然大丈夫だよ、絶対帰れないよ。そんな来たとて、来たとて、え、でもさ来たとて、え、やばい、何、びっくりした、何、やめてよ、もそもそ。あのさ、ちょっとさ、りほちゃんにさ別件が案件になってるんでちょっと電話したくて。あ、わかりました。今それどころじゃないんだけどね。オッケー、返信だけはしないで。だってちょっとなんか外に向かってさ、アクションとかやってるけどね。でも大丈夫大丈夫、別に今来たらもう絶対違う。守る。マジで守る。その時マジ強いの。守るものがいたら強い。親バキヤスケとかもそうだ。ナイスプレゼント。クマ殺すやつ。クマ殺すやつ。え、やばいじゃん。でもやばいよ、マジ人間でやったら死ぬ。死ぬ。死なないけど。本当に多分失明しちゃう、これ人にやったら。マジ言ってる。危ねえよ。いや、俺とこ怖い、バイクの音。なんかさっきからウロウロしてない？覚えてない。それでは、ワイミンゴー。